でもなんか来たらホテルとかできちゃってるし、すごい変わったなと思って、本当ちょうど11年前のこの時期に僕はここでテストを受けたので、本当ちょうど11年前のこの時期に僕はここでテストを受けたので、とってもあの時を思い出しました。11年前今頃ここでテストで紅白戦に投げてチェンカンレンにデッドボール当てて、すげえファンの人からブーイングされたの覚えてます。那时候秋训还是春训我忘了，因为有时候就会住在这楼上，那上面有冷气机，冷气机的温度显示着9度，哇9度，外面又下着雨，刮着风，你知道特别龙潭这边的就是空旷，然后风又特别大。いやー、やっぱりこのロンタンっていうのはね、やっぱりすごく一番最初にここに来てテストを受けたっていう自分の中ではすごい思い出のある場所なので、でもなんか来たらホテルとかできちゃってるし、すごい変わったなと思って。左外野这方向已经变成将来听说是饭店嘛，那时候那边左半边这边有一个室内打击，然后有一个小球场，然后中外野方向有一个小巨蛋。那我今天一进来，一看到哇，怎么都变了。中心だ。そうだよね。でなんかすごい打たれて、でその時一緒にキャッチャーやってたのが時なんだっけな。そう。であいつが練習の時に二塁に投げるピッチャーカットってやった時にボールがここ当たったんだよね、その時。でもう顔こんな腫れちゃったのをすごい覚えてんだよね、ここね。